中華民国立法院1989年、中華民国立法院増額選挙は、中華民国の立法府である中華民国立法院を構成する委員を選出するため1989年12月2日に行われた選挙である。国民党政府が台湾に遷都する前の1948年に行われた第1回立法院選挙で選出された後、中国共産党政権の誕生で改選が不可能となり、そのまま議員職に留まり続けている資深議員を除く増額委員130名が改選された。1949年から台湾地域で実施されていた戒厳令が1987年に解除された後、初めて行われた立法委員選挙である。立法委員選挙と合わせて21の県と市の首長を選ぶ県庁、市長選挙、行政院直轄の台北市と高雄市、台湾省の3地域の議会議員を選出する選挙も同時に行われた。また、1989年1月に公布施行された人民団体法によって政党結成が自由化され、民主進歩党をはじめとする100余りの新政党が結成された。今回の立法院選挙では初めて党名を公にした民進党をはじめとする20余りの政党が選挙に参加した。しかし本法においても共産主義政党は結成を認められなかった。中国国民党民主進歩党中国青年党無所属1986年選挙の時、民進党は未成立で党外公職人員公共政策研究会、諸位、党外派として参戦しており、正式に党名を名乗ることができたのは中国国民党と衛星政党である中国青年党と中国民主社会党のみであった。党の公認が得られないままに出馬した候補者。ありがとうございます。